1956年、九州大学経済学部を卒業。卒業後、九州電力に入社。資材部長、常務を経て1993年に副社長に就任。1997年から2002年まで顧問を務めた。2000年から2002年まで、九州大学経済学部同窓会会長。他に、九州、山口経済連合会副会長。 九州、山口経済連合会専無理事、九州国立博物館、設置促進財団募金活動推進本部長、西日本新聞モニター会議員、福岡経済同友会幹事などの要職を歴任した。特に九州国立博物館の建設にあたっては募金活動推進本部長として奔走し、41億円の募金を集めた。2002年に、 橋本龍太郎元首相の秘書を含む100人以上への資金供与や福岡市公共工事をめぐる贈賄を行った福岡市の川本建設元社長の手帳に九州電力在職中の吉田に計1500万円を渡したとする記載があり吉田が福岡地検に受領を認めていたことが報道され騒がせた道義的責任を取るとの理由で一切の公職を辞したその後 脊椎の病気で倒れ、長期入院を余儀なくされた。2005年、開館前の九州国立博物館を車椅子で見学。2006年1月27日、肺炎のため、福岡市中央区の病院で死去。73歳ボーアマチュア相撲に造形が深いことでも知られ、日本相撲連盟会長などを務め、アマチュア相撲の発展に力を尽くした。 吉田清治市主元九州電力副社長。共同通信社。四十七ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ w w w 4七 n e w s j p スラッシュ cn スラッシュ二零零六零一スラッシュ c n 二零零六零一二七七零一零零一二三四ドット h t m l 二零一四年八月31日日閲覧。ありがとうございます。